ちは。あ、こんにちは。こんにちは。はい。なんですよ。ご招待。美食ミステリーツアーご招待のご案内だ。美食ってことは美食ミステリーツアー皆さんにはどこですここ。お空しか見えない、うん、お待ちしておりました。いただきます。どうもこんにちは。お料理を担当させていただきました、はい、岸本直人と申します。美味しかったです。大丈夫ですか。ありがとうございました。美味しかったです。本日皆さんにご提供させていただいたお料理っていうのは、はい、すごく素材にこだわったお料理でございます。これらはすべて地のものを使っております。それではお願いします。いやもうびっくりしすぎて、まさかミシュランのシェフに作っていただいて、うん、本当にきっと一生食べられないかもっていう。島に渡ったんじゃないかなという、うん、なって、ね、思ってたんですけど、延岡、南まで来たんだよ。美味しかったね。最高でしたね今日は。地形的にもこの延岡っていうのは海の幸、それから山の宝物がいっぱいありますね。今現在はそのバスクのような世界レベルではないかもしれないですけども、5年後10年後この食でいろんな人を呼べるような街になってもらいたいし、なれるんではないかなと思います。東九州バスク化構想始まる。